ウィス亀倉です。今回は最近グラスファミリーに入った日本ヤモリのね、飼育の仕方について紹介します。亀グラス、まずはね、土を入れていきます。キッチンペーパーとかでもいいんですけど、僕は自然な感じでね、飼いたいのと、湿度的にね、水を含んでほしいんで土を入れます。はい、こんな感じでね、土を入れました。次にね、隠れ家を入れてやります。で、今回はね、隠れ家、シェルター、これを使います。ガムの箱、ガムがいっぱい入ってるやつの半分はね、切ったやつです。次にね、僕はレイアウトで木をね、入れていきます。こんな感じで、違う種の方がいい。こんな感じでね、木を入れました。次にね、水飲むやつでね、僕はペットボトルのキャップを使おうと思います。まあ、霧吹きでね、あげた水滴を、多分ね、この辺についた水滴を飲むんで、本当はね、別に入れなくてもいいんですけど、まあ、念のため入れておきます。はい、というわけでね、完成しました。これが日本ヤモリをね、飼うケージになります。ではね、早速日本ヤモリを入れてあげようと思います。 OK でね、大きい音とか立てるとね、ストレスとかびっくりしちゃってね、かかっちゃうんで、ゆっくり閉めてあげます。日本ヤモリがね、擬態するのを忘れてて真っ黒になりました。多分この子女の子なんで、コメント欄で名前を募集します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。